エグザイルのセキュリティとしてこれから頑張りたいと思います。東海4県のサッカーキッズが実力ナンバーワンを決める最高峰の大会、フジファンカップ。ピッチにあふれる歓喜と笑顔、仲間との友情に兄弟の絆、そして我が子を見守る家族やコーチの思い、選手全員に物語がありました。悔し涙を流す選手も、子供たちの真剣勝負が始まります。こんにちは、今年もやってきました2015フジファンカップユース U12 サッカー大会、スタジオ解説は3年連続城彰二さんです。はい、今年も来てしまいました。よろしくお願いします。いきなりのテンションの高さですね、はい、よろしくお願いします。城さん、この東海大会ここ数年ご覧になって、はい、レベルはどうですか？いやもう本当ね、年々上がってきて、しかも今年の VTR 見ましたけど、うん、すごいレベルですね。そうですか、はい、このフジファンカップなんですが、改めて、関西や九州など全国5つのブロックで開催されている8人制の小学生のサッカー大会です。今年の東海大会に向けましては、実はなんと各県予選に男子が941チーム、女子34チームが参加ということで、すごい出場チームなんですが、すごいですね。はい、その中で男子勝ち上がったのがこちらの8チームになります。ここもやっぱりね、強豪ですからね、非常にいいチームですよね。そうですね、はい、グランパスも出場していますね、常連ですからね、はいはい、それでは早速いきましょう。男子1回戦の最注目カード、サッカー王国静岡のナンバーワンプレーヤーが登場です。先生、我々選手一同は、選手宣誓を務めたこの選手は今大会注目度ナンバーワンのテクニシャン。小学生とは思えない華麗なテクニックで相手選手を手玉に取ります。静岡県大会を制した高部 JFC 金子聖太くん、こちらはテレビで紹介された小学校1年生の時の聖太くん。この頃から足元の技術は一級品でした。絶対日本だよ。そんな聖太くんの成長はずっと見守り続ける謎の人物が。ある日の練習試合会場にも、あ、いましたよ。一体誰なんでしょうか？その正体は聖太くんのおじいちゃん。テレビも来てるからって、うん、試合中もそんな強くないな。志村俊夫さん64歳、聖太くんの一番のサポーターです。俊夫さんは聖太くんが生まれた時からずっと夢中、聖太くんだけを追い続けています。試合でも行くんですか？あ、どこでも、うん、あの、行ければどこでも行きます。すごい、はい、で時々もう聖太が疲れちゃって出されちゃう時はもう寝ちゃうんですよ。とにかく聖太を見たいんですね。聖太じゃなきゃダメですね。シュートのいいところをこうちょっと取ってここで見てるんですよ。え、時々やっぱこう見たいなと思って見てニヤニヤして見るの何回目くらいですか？もう何百回くらいじゃないかな。家ではジジバカって。ジジバカ。セーター本人。親バカじゃなくて。セーター本人も言うジジバカだよそれはって。いっぱいおじいちゃんから聞かれて嫌だなとか思うことないの？あ、時々、ね、聞かれすぎて、うん、少し嫌だなって思う時あるけど、目を離さずに
と僕を見てくれたので嬉しいです。聖太くんのサッカーの送り迎えはもちろんおじいちゃんが担当。二人きりになれる貴重な時間です。中学生になったらなかなか一緒にあんまり出れないと思うんだよね。ちょっと寂しくなっちゃうけどね。6年生最後のフジパンカップに悔いを残さないよう練習に励む聖太くん。おじいちゃんも孫の活躍を期待しています。試合やって勝ってもらって、あと、まあ、聖太がもうちょっと活躍してくれればもっとそれでよくなるし、やっぱり一番シュートを決めるのが僕は楽しいからシュートで恩返しをしたいです。そんな聖太くん率いる高部 JFC と対戦するのは愛知2位の FC ディバイン。アイデアあふれる攻撃的サッカーで愛知県大会を勝ち上がりました。次の東海大会全体望める、まあそれだけ絶対、あのこれで絶対満足しないこと。このチームの監督は蒼井岳さん38歳、 FC 東京でプレーした元 J リーガーです。潤、そうさ、もらう前に必ずこう首振れよ。いい、必ず周り見ながら。いい、潤取った後に例えばリクトをね当てて、リクト当てろとか言って、その、ね、次の動き出しを早くできる。蒼井監督が潤と呼び特に熱心に指導するのは背番号10番鈴木潤之介くん。このチームの大黒柱です。できれば全得点に絡んでほしいなっていう、はい、ピッチでこう躍動する姿を見たいなって。絶対勝ちたいし優勝したいと思います、うん、さあ大人たちの期待を背負う天才キッズ、2人の10番に注目です。おじいさんの前でゴールを決めて勝利できるか、高部 JFC 静岡の一番星金子聖太。対するは元 J リーガーのマナ弟子 FC ディバイン青いゴールハンター鈴木潤之介。序盤鈴木が相手陣内に果敢に迫る、すると前半9分勢いに乗ったディバインが先制のゴール。さあ金子聖太反撃なるか、スルーパスに反応した金子。このプレーでチームが息を吹き返す。後半5分金子に絶妙なパスが通った。これで同点、2点目を奪いに行く金子。しかしカットされたボールが、決めたのは鈴木潤之介。その後も懸命に点を取りに行く金子。残念でした ね、 ねえ。孫を気にかけあえて声をかけずに会場を後にする敏夫さん。おじいさんに勝利を誓った金子聖太、無念の初戦敗退。サッカー王国静岡の1位が敗退、はい、
これはちょっと驚きました。いや驚きましたしね、まあ、ただ敗れたね、高木 JFC のね、やはり金子くん、本当にね、まあ、おじいちゃんとのね、いろいろやり取りありましたけども、まあ、ここで悔しさをね、やっぱりバネにね、次にやっぱりね、頑張ってもらいたいなと思いますよね。プレー自体は素晴らしかったですね。いや、すごい上手ですからね、これ将来本当楽しみな選手ですね。私おじいちゃんと一緒に練習を見に行ったんですが、おじいちゃんはこうプレーについて何か言うこともなく、ただただ姿を追いかけているんですよね。そうやって見てくれてる人っているのが励みになるんですよね。力になりますよね。続いては男子1回戦の残り3試合です。山王サッカースポーツ少年団、創部38年で東海大会初出場を果たしました。その立役者となったのが、岐阜県大会でスーパーセーブを連発、さらに PK 戦でも。味方ゴールを守りきったゴールキーパーの上田啓太くん。そんな彼の一番のサポーターはお母さんのともみさんです。岐阜県高山市にある啓太くんの自宅にお邪魔しました。啓太くん一家はお母さんと妹の3人家族。お母さんは看護師の仕事をしながら、女手一つで子供たちを育てています。いつも仕事と啓太くんのお世話とかをこう両立しているお母さん見てどう思う？ちゃんと自分のこと考えてくれとるんやなって、うん、自分の仕事が終わった後とかに、うん、サッカー行くためのご飯とか準備してくれたり、妹の送り迎えがある時も終わったらすぐサッカーのことをやってくれたり。お母さんは仕事柄家を留守にしてしまうことが多いそうです。電気がついてると家にホッとするので、きっとあの子は真っ暗のところに帰ってきて寂しいだろうなとは思うんですけど、もうちょっとなんかね、一緒におる時間を大事にしようと思えるようになったので。そんなお母さんの思いから、休日に家族全員で山登りに出かけることも。登山で家族の絆を深めています。家から練習場までは片道3キロほどありますが、啓太くんはお母さんに頼らず自転車で通います。これも忙しいお母さんを気遣う啓太くんの優しさなのかもしれません。お母さんにどういう姿を見せたい？自分が頑張っとる姿、一生懸命プレーしとる姿。大会当日、少し緊張気味の啓太くん、親子で挑むフジパンカップが始まります。岐阜県1位高山山王サッカースポーツ少年団と静岡県2位サルファス ORS の一戦。試合開始直後からサルファスが主導権を握った。前半3分、10番鈴木のシュートが決まり、サルファスが先制。幾度となくゴールに襲いかかるサルファスに、キーパー上田啓太が身を挺してゴールを守る。なんかちょっといつもの啓太に戻ったかも。その後2点を奪われるものの、気迫のプレーを見せ続ける上田。
後半4分、後輩ゴールキーパーに試合経験を積ませるため上田はここで交代。高山さんの1回戦で姿を消した。貴重な体験やったね。あ、こっちでいいよ。けどお疲れ様。無視。はい、シンゴお疲れ様。あ、こっち飲んだやつ。え、結構試合の後いつもああいう感じなんですか？なるべく目を合わさないようにしてたので、ね、多分途中で交代したのもあっただろうし、きっといろんな思いがあってかなっていう。でもやっぱり本当に一番のサポーターとして、まあ、親として、まあ、できる限りのことを、うん、していけれるといいかな。多治見ゼーロ FC、 ひときわ大きな体でキャプテンとしてチームを引っ張り、決定的なゴールを数多く決めてきたこの選手。岐阜県大会でも得点を量産、ゴール後に行うパフォーマンスも様になっています。水野里穂ちゃん、そう、女の子なんです。こんにちは。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。身長高いね。はい、いくつ？163です。高い、私より高い。頼りがいがあるキャプテンです。リーダーとして引っ張っていく子です。ダンスと一緒にプレーするのはどう？まあ強いけど頑張ります。負けず嫌いなんで逆に当たりに行きます。リホちゃんには負けられない理由があります。岐阜県大会決勝 PK 戦までもつれ込んだ試合でリホちゃんは失敗、準優勝に終わり大粒の涙を流しました。男の子の中で一人女の子っていうのもいろいろ大変だと思うんですけど、まあそこはがむしゃらにやってほしいですね、親として。ゼーロのキャプテンとして勝てるように頑張ります。多治見ゼーロ FC は三重県1位の大山田と対戦。前半6分、いきなりゲームが動く。大山田9番山本のシュートが決まり1対0。だが多治見も負けてはいない。その2分後、10番伊藤が豪快に決め同点に。しかし前半17分、ゴール前でボールを奪った大山田のエース11番末吉が勝ち越しゴールを奪う。ハーフタイム、プレッシャーからか早くも水野の目に涙が。なんとか追いつきたい多治見、水野も諦めない気持ちを前面に出しプレーするが、なかなか思い通りにいかない。後半10分、ここで無念の交代となった。
悔しいっていう気持ちでいっぱいでした。で、大きな目標はサッカー選手になることです。三重県2位のアレグロッソ桜島、チームワークを武器に得点を重ね、初めての東海大会出場を勝ち取りました。三重県鈴鹿市にある桜島小学校、複数の小学校から選手が集まるチームが多い中、アレグロッソ桜島は選手全員がこの学校に通う生徒なんです。学校では今サッカーが大人気。チームに所属していない生徒も昼休みや放課後にみんなでサッカーをしています。チームワークはどこにも負けません。全員でしっかりと練習を積んできました。そんな桜島が1回戦で戦うのが名古屋グランパス U12、 J リーグの下部組織。広い人工芝のピッチにナイター設備、申し分のない環境で練習しています。優勝候補の筆頭は愛知県大会を8連覇、王者と呼ぶにふさわしいチームです。グランパス日本のグランパス、じゃあこれ敵やん、敵じゃない、大人やん、いや愛って子供やん、これ11番って最後まで諦めず全力でプレーする。グランパスの怒涛の攻撃を体を張って守る桜島イレブン。序盤は膠着状態が続く。しかし冷静に試合を運ぶグランパス。11番甲田が一瞬の隙をついて先制。後半もグランパスペースのまま、8番谷沢のパスに10番佐藤、さらにキャプテンの藤川がドリブルで持ち込み3点目。さすが優勝候補ナンバーワンチーム、力の差を見せつける。それでも最後まで諦めない桜島、キーパー今井が見せたスーパーセーブ。優勝候補グランパスの前に桜散る。さあ、これで1回戦4試合が終わりました。桜島のチームワーク良かったですが、グランパス強かったですね。いやグランパスは本当に優勝候補やっぱり間違いないですよね。その他気になったプレイヤーはいました？あ、僕はねやっぱ女の子で、はい、初めのね、キャプテンを務めていたね、水野さん、もう本当にね、絶対男子校ジャパンに僕はなれると思いますよ。あ、そうですか。もうね、諦めないでやってほしいですし、あとはね、高山のゴールキーパー、はい、ね、上田選手ですけども、はい、やっぱお母さんとのね、あのやり取りでこうちょっとねこう無視をするのもなんか分かるような気がしますね、はいはい、やっぱりこう精一杯こうグラウンドにね出ていて悔しい思いがやっぱりね、うん、多分あったでしょうし、うん、まあ、ただやはりこうお母さんもそれをよく分かっていらっしゃいますからね、はい、理解力のあるお母さんでしたよね。いや本当にね、すごくね支えていただいてましたよね。はい、いいですよね。さあ、この後は男子準決勝です。お兄ちゃんの思いを背負った三重のストライカーに注目です。この番組は幸せな心の触れ合いをお手伝い、フジパングループの提供でお送りします。あそばパンパンパパン、おいしくなあれの気持ちを込めて、手間をかけて仕込んでいるの、もっちりフジパン本仕込み。ミッフィーのマイバッグもらえる。朝はゆっくりはっしてられない。バタバタの朝にネオバタレンジでたった15秒、マーガリン中央ネオバターロール、フジパン。ミッフィーのマイバッグもらえる。1回戦観客の目を引きつけたのは、
大山田サッカースポーツ少年団の小さなガッツマン。身長135センチ、誰よりもパワフルにフィールドを駆け抜け、チームの三重県大会3連覇に貢献しました。大山田のエース末吉典樹くん、いつも笑顔なムードメーカー、そして2歳上のお兄ちゃんが大好きなんです。おお、また決めた。こちらが末吉祐樹くん。あ、自分より身長が高い人にも負けずに戦ってるから、そこは尊敬できる。祐樹くんも2年前フジパンカップに出場していました。当時の身長は127センチ、誰よりも大きな存在感を放っていました。ところが東海大会の決勝戦、静岡県のチームに敗れ悔し涙を流しました。完敗だったんで、なんか悔いが残った。乗り気たちには優勝トロフィーを持ってきてもらいたいな。期待してるんだね。目標でもありライバルでもあるお兄ちゃんの期待も背負って、典樹くんは強い気持ちで練習に励みます。おいぞ典樹。優勝して、まあ、お兄ちゃんを越したい。対するは愛知県代表 FC ディバイン。1回戦で静岡県の強敵相手に決勝点を挙げた青いゴールハンター、鈴木純之介くん擁するチームです。元 J リーガー青い監督と二人三脚で培ったテクニックで決勝進出を狙います。大山田の小さなガッツマンが準決勝の舞台に。兄勇気が見守る中、どんなプレーを見せるのか。試合開始と同時にいきなりディバインが仕掛ける。7番大野の放ったシュートがゴールに吸い込まれる。わずか10秒で先制点。さらに2分後、青いゴールハンターが2試合連続となるゴール。このあともう1点追加、前半で大山田を突き放す。ただやっぱ20分あるからな、最後まで諦めないことが大事。いいか、はい、20分しっかり走り切ってな、しっかり大山田サッカーしよう。いいか、はい。3点差で折り返した後半、大山田の反撃が始まる。味方のシュートのこぼれ球に食らいついた末吉、 PK を獲得。自らキッカーを希望した。兄の見ている前で、果たして。緊張するやろこれ。いや、それはもらった人でしょう。うわー、そうなん、はい、いやこの後さらにゴールを奪い1点差。そして試合終了直前、
ごめんねって感じで、これを逆にバンにして、いろいろ大会があると思うから、そこで優勝したいと思います。ノリキがボール自分で持ってたんで、もうこれは決めるってのはもう分かってました。結果は悪かったけど、得るものはあったんじゃないかな。愛知県1位の名古屋グランパス U12、 1回戦は圧倒的な強さで4対0と快勝、貫禄を見せつけました。今大会も優勝候補の大本命です。そんなグランパスに準決勝で挑むのは、静岡県が生んだレフティーマジシャン、サルファス ORS の鈴木圭吾くん。1回戦でチームが奪った4つのゴール、シュートにパスと圭吾くんの左足が冴え渡りました。左足から繰り出す独特のリズムで相手を翻弄します。決勝まで行って優勝してる。レフティー10番鈴木圭吾を中心に攻撃を仕掛けるサルファスに対し、王者グランパスは組織的な動きで対応。開始早々先制点を奪う。さらにその2分後に追加点、試合を優位に展開する。歩きながらさ、ちょっと限界変化。はい、どうぞ行きましょう。ラボ出ろって。すごいしっかり。サルファスの鈴木は個人技で真っ向勝負を挑む。流れを呼び込もうと必死のディフェンス。しかしグランパスは着実に得点を重ね、勝利に向かって突き進む。サッカー王国を代表するレフティーが準決勝で姿を消した。王者グランパス、決勝の舞台へ。ということでグランパスは準決勝も快勝、これで2試合で10得点無失点。気になってますね。いや、これはすごいです。個人の能力もすごいですけど、組織化されてますよね。はい、頭一つ抜けてますね。さあ、そして決勝でそのグランパスと対戦するのはこちらも愛知県の代表、FC ディバインということになりました。あの元 J リーガーの監督、青井監督が率いるチームということでね。はい、ちょっと楽しみですよね。10番の鈴木選手もいい選手で。いや、いい選手ですしね。やっぱり監督もやはりね、こう本当にこうプロで培ったものをね、やっぱ子どもたちにこううまくこう伝えて、それをやっぱり形にしてますんで、これはね非常にねいい試合になるんじゃないかなと思いますし、まあ鈴木君もやっぱりねすごいいい選手ですね。あの選手もね、一生懸命プレーが楽しみですが、それから敗れてしまいましたが、三重大山田のあの末吉君、髪を短く刈って小気味のいいプレーでした。いや、そうですね。だから2年前のこと僕ね思い出してあーと思ってね、お兄ちゃんのね選手だったと思いながらね、ただやはりねこの頑張りというのはやっぱり絶対ね次につながるはずなので、ぜひね今後もね頑張ってほしいと思いますね。はい、でのりく君11番つけてるんですが、お兄ちゃんの番号だから自分も11がいいって自分から監督に言ったそうなんですよ。それほど尊敬してるし目指しているんですよね。いいライバルであり、いい仲間っていうことなんですね。いや、そうですね。だから逆にねこう兄弟でこう競り合いながらね、やっぱお互いを高めて頑張ってほしいと思いますね。さあ、この後は女子の部と男子の決勝戦、東海4県のチャンピオンがいよいよ決まります。健やかな毎日を応援したいから、おいしい笑顔をもっと広げたいから、私たちフジパングループは今日も明日も
変わらない美味しさをお届けしています。パン作りを通じてあなたのナンバーワンサポーターでありたい。フジパングループはフジパンカップをサポートしています。朝はパンパンパパン、おいしくなあれの気持ちを込めて手間をかけて仕込んでいるの、もっちりフジパン本仕込み。ミッフィーのマイバッグもらえる。朝はゆっくり、はっ、してられない。バタバタの朝にネオバタ。レンジでたった15秒、マーガリン10号ネオバターロールフジパン。ミッフィーのマイバッグもらえる。女子の組み合わせはご覧の通り。決勝に駒を進めたのは去年の女王、名古屋フットボールクラブ。対するアスルクラロ沼津 U12 は畑七海さんが大活躍。前半5分、前半8分、コーナーキック、ファーに来たボール、そして前半16分、決まった。これでハットトリック。さあどこに合わせていくか。さあ中に入ってシュート。名古屋も頑張りましたが、栄冠はアスルクラロ沼津に輝きました。大人顔負けのパフォーマンスを見せるエリート集団、名古屋グランパス U12。 シャワー室が完備されたクラブハウスに全面人工芝の広いピッチ。厳しいセレクションをくぐり抜けた選手たちの目標はもちろんプロの選手になることです。そんなグランパスイレブンにはこのフジパンカップにかける特別な思いが。ここ2年落としてるので、今年こそは力づくでも優勝したいなって思ってます。過去2年、グランパスは東海大会で優勝はおろか決勝にも進めていません。再び栄光を取り戻すためにエンブレムの誇りにかけて、絶対に勝たないといけないっていう強い思いがあります。対するは FC ディバイン。青いゴールハンター淳之介くんは今大会絶好調。1回戦そして準決勝と連続ゴール。チームを支える淳之介くんと元 J リーガー青井監督の二人三脚の物語、完結まであと1勝です。2人が出会ったのは淳之介くんが4歳の時。それから8年間、監督は手塩にかけて淳之介くんを指導しました。今来た時に1個もうちょこちょ首振らない、首振ってヘイで教えてて楽しいです、まあ、将来いずれ日本代表とかでもう本当に日本代表を引っ張るような青井コーチのおかげでそうやっていけましたなんて言って、もしユニフォームとかね持ってきてくれたらもうすごい僕は多分感極まっちゃうぐらい、ね、嬉しいと思うんで。チームとしてもこの試合は絶対に負けられません。グランパスは今年の県大会決勝で負けた相手なんです。愛知県代表同士で行くから、もう一回、まあ、おそらくだけど決勝まで行けばね、もう一回やるチャンスあると思うから、まあ、しっかり練習して。おい、サイド、ジュン、ジュン、それ、いけるやつは行ってもいいけど、一回攻撃ちょっと変化つけないと入れないと。果たして結果は。優勝して恩返ししたいと思います。今年も少年サッカー東海4県のナンバーワンを決める熱い戦いが始まろうとしています。さあ決勝戦、もう間もなくキックオフです。みんないい顔してるね、やっぱりね。名古屋グランパスのキックオフでゲームが始まりました。後ろでパスを回していきます。まさかこれ繋ぐもん
フジパンカップユース U12 サッカー東海大会決勝、ちんとゲームを作ってきますからね。さあ名古屋、最初にドリブルで仕掛けていく、名古屋左サイドからクロス上げられるか、中2枚打った、これはサイドネット、ここは厳しいチェック、小島抜けていくか、抜け出しが持ち味の小島、抜けていく、抜けていく、シュート、いい抜け出しがありました。ね、これワンタッチコントロールでこう相手を抜いていくんですけども、トップスピードに入りながらやっぱりシュートってのは難しいんですけどもね、非常にいいゴール、いいシュートですね。ボールは8番の谷澤、谷澤テクニックを見せていく、3人で奪った、鈴木から林、鈴木へと林、ワンタッチでつないでいく、シュート、林よそっとびスーパーセーブ、佐藤陽が見せます、スーパーセーブ、FC リバイ奪った、高い位置で奪って林、鈴木にボールが渡った、鈴木からラストパス、さあチャンスだ、打てるか、シュート、山内のシュートが入った、山内決めました、先制は FC リバイ、 FC リバイ先制です、先制点は FC リバイ、山内左足の素晴らしいゴールが決まりました。後ろからね、こうためを作って次の選手が出てくる、そしてね最後ここでコントロール難しいんですけども、角度のないとこからね思い切ってシュート打ちましたよね、素晴らしいゴールですね。青色のユニフォームの FC リバイが先制しています。さあここでまたボールを奪って佐藤、さあ名古屋左サイドから中には2枚いる、佐藤抜いていく、鈴木からのボール、鈴木上げられるか、中には3枚4枚、中へのクロス、さあ藤川打てるか、小島シュート決まった、小島のシュート、名古屋すぐに追いつきます、1対1、1対1、前半の14分に FC リバイン、山の内、おっとここもチャンス、小島シュート打てるか、打った、バーに当たってまだ残っている。さあここは前半のラストプレー、 FC リバイ林のロングスローか、ロングスローから、さあ一気にチャンス、シュート決まった、石坂決めました、前半アディショナルタイム、林のロングスローから決めたのは9番の石坂、石坂の左足、そしてここで前半終了、青色のユニフォーム、愛知県2位の FC リバインがリードしています。健やかな毎日を応援したいから、おいしい笑顔をもっと広げたいから、私たちフジパングループは今日も明日も変わらないおいしさをお届けしています。パン作りを通じてあなたのナンバーワンサポーターでありたい、フジパングループはフジパンカップをサポートしています。朝はパンパンパパン、おいしくなあれの気持ちを込めて、手間をかけて仕込んでいるの、フジパン本仕込み、ミッフィーのマイバッグもらえる、朝はゆっくりはしてられない、バタバタの朝にネオバタ、レンジでたった15秒、ミッフィーのマイバッグもらえる。愛知県大会の決勝では0対1、悔しい思いをしました FC リバイン、その FC リバインが1点をリードしているという状況、後半もう間もなく5分を迎えます。さあ名古屋1点を追う名古屋、右サイドから小島、本当プロですね、すでにこの試合1得点を挙げています小島、この大会3得点、さあ藤川が奪った、6番の藤川が奪いました、ここ岩川が、3番の岩川シュート、おーすごい、遠目から狙っていきます、3番の岩川のシュート、
2対1、後半18分を回っています。さあ抜いていく谷沢抜いていく、ドリブル持ち味、そして右サイド、ここはフリーになっているぞ近藤、中には3枚4枚いる近藤、中に開けられるか、中へのクロス決まった、11番コーナーが決めます。なんとなんと後半の18分、同点に追いつきました名古屋グランパス、コーナー秀政の得点。いやこれね、右サイドからの突破ですけども、トップスピードでやっぱりクロスを上げるというのはすごく難しいんですけどもね、これしかもこう柔らかいボール で合わせた、やっぱりこの選手もやっぱり隙間がないんですけどもね、よくあそこのコースを狙いましたよね。今度はカウンターのチャンス、 FC リバイ林から、ここで後半終了、後半手元の時計で18分、名古屋11番コーナーの得点で同点に追いついています。2対2、後半が終了して延長戦に入ります。上がっていったのは佐藤、フリーになった、10番の佐藤シュート、まだボール残っている、かき出します。いやすごい強いシュートだけどねこれね、鈴木から反応したな、ここはいいパスが出た、中には2枚いるか、一旦中に上げて小島フリーシュート、キーパー止める、すごい、キーパー止めた、幾度となくこの羽が立ち上がります、完全に切りましたね。決着は PK 戦へと移ります。延長どちらも得点はなく、優勝の行方は PK 戦に委ねられます。先攻は FC リバイン、キッカーは先制点を挙げました山内。緊張してるな、止めた、佐藤よ止めました、名古屋グランパス佐藤よ先制点を挙げた山内のシュートを見事止めました。思ってたコースよりちょっと甘かったですね多分ね。さあ一方の1本目、名古屋キッカーは5番の鈴木、対するは今日好セーブを連発しました山口、決めた、名古屋1本目決めてきました。この PK は3人による PK 戦です。10番、ここまでチームを引っ張ってきました鈴木、もっと左に、これは左に外れてった、2本連続 FC リバイン決めることができません。いや決めなきゃいけないプレッシャーですね、これね、しかもエースですからね、そうなんですね、これを決めたら名古屋グランパス、名古屋グランパスのその時点で優勝が決まります。さあ2人目、小島のシュート決まった、名古屋グランパス3年ぶり7回目の優勝、見事東海4県941チームの頂点に立ちました。PK2 本連続きっちりと決めました。優勝
試合。いや決勝戦手に汗握る展開でしたが、うん、東海大会のチャンピオン今年のフジパンカップは名古屋グランパスが優勝ということになりました。最後の PK 戦見事でしたが本当に差がなかったですね。いやそうですね、まあ、ただグランパスもやっぱりね非常にこうプライドもあるでしょうしプレッシャーも相当あるでしょうからね、そこでやっぱりこう追いついてね、はい、そして最後逆転ですから、ね、やっぱりすごいよく頑張りましたよね、やはりプライドというところがあったんです ね、 そ、 うですね。それから一方のディバインですけれども、はい、見事な戦いぶりでした。いやこのチーム本当ね今後また期待ですよね、まあ、監督もそうですけどもやっぱりこう選手が諦めないそして組織的にね、はい、またこういうクラブでもできるんだっていうのをね証明しましたし、負けたのはちょっと信じられないぐらいですね内容は良かったですからね、まあ、やっぱり特に鈴木選手がね、まあ、エースとしてやってきて PK を外しましたけども、この悔しさがね絶対次につながりますしね、これはやっぱり元にね次はやっぱりこう上のカテゴリーでグランパスを倒してねもらいたいですね、まあ、この準優勝胸を張ってほしい準優勝ですね、繋がりましたね。平山さんはこの大会のお子さんたち、はい、たくさん取材してきていかがでしたか。そうなんです、もうこの時間ではお伝えきれないドラマがいっぱいありました、でもとにかく、まあ、環境は違うんですけれどもみんな共通しているのがサッカーに夢中っていうことだったんですよね、はい、で学校から帰ってまずは宿題をしてでチームの練習までの間、はい、みんな自主練をするんですよ。でなんでそんなに頑張るのって聞くともうサッカーが好きだからと、こう目をキラキラして私に話してくれたのが印象的でした。一番大事なことかもしれません。いや大事なことだと思いますしね、まあ、でもこの番組はもう本当にね、僕も涙出そうになるぐらいね本当に作りをしているね、はい、で最後に一言みんなにエールをお願いできます。はい、もう未来に向けてですね夢を諦めないで頑張ってください、はい、ということで一番カップまた来年です。失礼します。この番組は幸せな心の触れ合いをお手伝い、フジパングループの提供でお送りしました。夢のお家を建てるなら朝日グローバル、朝日グローバル。スタッフ募集、詳しくはウェブまで。大人の肌に透明感あふれる明るさ続く誕生45歳からのエスプリークエクラ、これからが肌の見せ所。限定ファンデーションキットも。コーセー、あのエクソがあなたの携帯に。恋愛シミュレーションゲームラブプラネットエクソビデュー、今すぐ検索。あの味を骨なしで。骨なしだと仕事はかどる。片手にチキン最高。孫も私も好きな味、手軽に本格骨なしケンタッキー、今だけ1080円。やっぱりケンタッキー。Let's go! イエローハットは太っ腹よ、キャッシュバックよ、タイヤで1万2000円よ、セットで1万5000円よ、合わせて最大2万7000円キャッシュバックよ。もちろんタイヤも安いよ、イエローハットよ。うわー、The storm of the century is headed your way. No, I'm not leaving you behind. Come on. Gotta get moving. Everest 3D. しつこい風に勝てるかしら。液体インカプセルで風に一撃。1に睡眠、2にストナ。Sato. Breathe in deeply for the first time.いろいろ温めてあげる。ホーキンス、キレラクモカシ。おはよう。中華で元気に。熱々の熱々の美味しさをあなたに。餃子1日200万個。餃子の王将。お得がいっぱい。餃子クラブ会員募集中。トヨタホーム住まいの枠どき。住まいの枠どき大見学会、11月7日8日開催。トヨタホーム。アマゾンファイヤー TV 新登場。このスティック一つあればアマゾンビデオや話題の動画配信サイトでたくさんの映画やドラマを今すぐ楽しめます。ストリーミングするならファイヤー TV スティック4980円。大人の肌は手をかけるほど柔らかな張り。見て、
私はアドバンス。うるおいが隅々まで巡るプレミアムミルクアドバンス。ニベアから。